今日のチップスは、アイレンジ X、i8X、IR は CM の電源再投入時の40秒ほどの待ち時間を1秒ほどに短縮する改造チップスです。RC グループスにある、この送信スレッドにハヤトさんが投稿した案をもとに映像化しています。まず、パーツを揃えましょう。22マイクロフラット16ボルト、220マイクロフラット16ボルトの電解コンデンサ。あと、ハンダ吸い取り線と、ハンダゴテが必要です。まず、いつもの通り、分解してください。今回の改造では、メイン基板にあるコンデンサを2つ、換装します。交換するのは、基板左上にあるこの2つのコンデンサ。最初に、基板上からコンデンサを取り外すため、ハンダ吸い取り線と、コテを使ってコンデンサのハンダを除去します。十分にハンダを除去できたら、コテで温めながら、力をかけずに外します。基板側のパターンを、剥がさないように気をつけてください。次に、22マイクロフラット電解コンデンサの足を、こんな風な土下座スタイルに曲げます。映像を参考に、左側向きに倒してハンダ付けしてください。再通電時の待機時間短縮だけなら、このコンデンサ一つだけ交換すれば、作業完了です。とりあえず、電池ボックスをつないで、テストしてみましょう。電源オン、そして、一度電源オフにします。1秒ほどで、すぐに電源をオンに戻します。40秒ほど電源再投入ができなかったものが、1秒で再投入可能になりました。ここまでの作業で、再投入待機時間の短縮は完了ですが、せっかくバラしてコンデンサを乾燥するのですから、ついでにやっておきたい作業があります。実は、この電源回路を構成している、ペアのコンデンサのもう一つが、許容電圧が 6V なんです。2S のリポバッテリーは、7.4V から 8.4V の電圧があるため、このコンデンサの許容電圧を超えてしまい、回路が壊れます。というわけで、これも取り外して、許容電圧 16V のコンデンサに乾燥してしまいましょう。作業をやりやすくするために、一つ目のコンデンサも取り外しました。土下座スタイルに、足曲げ下220マイクロファラットコンデンサと、一つ目のコンデンサ、両方をハンダ付け。両コンデンサとも左に倒れるように配置します。これは、ハンダ付けしたスポット直上に裏箱の電池ボックスが重なるためで、大型で自己主張の強い円筒型のアルミ電解コンデンサだと、蓋が閉まらないためです。この部分がぶつかってしまうので、土下座スタイルに足曲げしたんですよ。綺麗に収まりました。では、そのままミス止めして組み立ててしまいましょう。
電源を切り、すぐに再投入します。 1,2 秒の待ち時間で電源の再投入が可能になりました。コンデンサを取り外すのは手間ですが、不満を解消できる最高の改造なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。ただし改造作業や 2S リポバッテリーの利用は自己責任で。ご視聴ありがとうございました。